待できます。またこのヨガは痔などの炎症抑制の効果もあります。呼吸器の健康促進効果があり、喘息や気管支炎をお持ちの方にもおすすめのヨガです。ハラアーサナ、好きのポーズ、サルバンガアーサナ、肩立ちのポーズは反対の動作を用いるので、セットで行うことで筋肉の負担を和らげることができます。